で、まあ、石坂さんからお誘いを受けて、あのなんかね、コミュニティなとかって言われてそんな立派なもんじゃないんですけども、あの今石坂さんも立教で、21世紀社会デザイン研究科っていうところで、いて、で私は今あの立命館の方に、やっぱ障害学の立岩先生という先生がいて、まあ、そこに呼ばれ、まあ、行って、ああの、まあ、ちょこっと席を置いて学んでるんですけども、そこは老小病、老は老人ですね、小は障害者です、病は病気です、異なるっていうところもそのまあ研究対象にされていて、まあ、様々な方たちがそこで社会人としても、もちろん現役の学生さんとしても来てるんですけれども、そこでやっぱり異なるっていうところがテーマになっているせいか、あの出会うその、まあ、あの学生さんとか研究者の中には、ああだと思っている感じで、あのいわゆるその、まあ、あの同性愛者だったりする方もいます、お医者さんにもいるしっていうことで、学校の先生にもいたっていうことで、本当にあの多様な方たちが、社会の中で、さまざま自分の問題もあの抱えながら、活動されてるっていう、ところで一緒に学ばせていただいております。でもう一つ、まあ、中野区政に関わるところで、さっき教育委員会の問題で言いましたけども、もう一個はあの世田谷の区議会議員で上川さんが、区議会に当選されましたよね。であれは、まあ、あの一つ、いわゆるあれは病気っていうふうにと障害っていうふうに捉えたのでしょうかね、っていうところで、要するに性別記載っていうのが、これをなくしていこうっていう動きが起こりましたよね。で、全国的にさまざまな自治体から性別の記載をなくしていこうっていうことで、よく男女ってこう丸するところありますよね。名前だけ書き、例えば児童館なんかでも、今日遊びに来た子どもにこう名前書かせるんですよね。で名前書いたところに学年年齢、まあそれはそうなんですけど、男女も丸するところ、男女丸するのがどうしても必要なところと必要じゃないところとちゃんと見極めていこうってことで、で、まあ、中野区でもそういう提案をしまして、全部 の, その書類を全部点検してもらって、で、多分、ほとんどなくなったと思います。あの男女別の丸するところがなくなった、つまり、男女別で物事を判断するんじゃないっていうところを、まあ徹底していこうってことです。それから、さっき、おっしゃったように、品川さんから問題があった、やはりこう自分が何者かわからないところで悩むと、やっぱり鬱とか引きこもりとか、自分がなかなか社会に自信を持って出ていけないっていうところで、不登校の問題とか、それからまたそれにつながる今度社会の中で、仕事もつまり出て行ってできない、自信のなさにつながっていくとなかなか仕事も、できないとかっていう状態で、やっぱ貧困の問題っていうのがあのつながってくるんじゃないかと思います。で、そういうことでやはりそういう問題を解決していくためにも根底にあるのはやっぱりその自分が何者かを確立していく、その自信を持てるそういう地域社会っていうのを作っていくためには、地域での、まあ、これは一般的な言い方になりますけど、本当に理解を、進めていくっていうことなんですけども、確かに知らない人からすると本当にやっぱ奇妙なあのことなんですよね。全然知らない、出会いがない、で出会ってみると全然奇妙じゃないっていうことは分かるんだけども、出会いがないとやっぱり分かんないんですよ。だからやっぱりあの、頭とかなんとかで論でもちろんやっていく手法もありますけども、地域で大勢暮らしている人たちは論よりもそれこそ不動産屋さんにあの行かれてこうですああですっていうふうに話されたことってものすごく効果があったと思うんですけれども、あの、本当に大変なんだろうけども、切り開けるアイデンティティを確立した方はもうあの地域に出て行って、で地域に出て行った中で、実は私こうなんですよと、ああ全
それでそのなんか変な人じゃないとか、あるいは不審な人物じゃないとか、いうことでもってやっぱりこう、地域の中に、広げていく、理解者を増やしていく、っていうことが、やっぱりこれから必要なんじゃないかと思いますので、ぜひ頑張って、活動を続けていただきたいと思いますし、そういう意味で行政がそれに邪魔になるようなことをしたらば、それを私たちの役目だと思いますので、それをご一緒に、戦っていきたいと思ってます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。でそれではお三方にお話しいただいたところで一旦ここで休憩を取らせていただきます。でそれで入り口でアンケート用紙を渡しているかと思うんですけれども、お持ちでない方はまた受付の方に申し出てください。その10分ぐらいの休憩の間に、その今お三方からお話し出たところでもっと深く聞いてみたいこととか、あと自分が聞いてて今後社会の中でつながっていくためにこういうことができると思ったとか、何かそういう形でも結構ですのでお書きいただければと思います。で休憩中に、回収させていただきまして、後半のパネルディスカッションを石坂渉さんに担当していただくんですけども、その際に、その言葉をもとに進めさせていただきます。よろしくお願いします。